日銀が発表した6月の短観企業短期経済観測調査で大企業製造業の景況感を示す指数が7。四半期ぶりに改善しました。大企業製造業の中で景況感が良いと答えた。企業の割合から悪いと答えた企業の割合を差し引いた。指数はプラス5で3月の調査から4ポイント上昇しました。 原材料高が一服したことや価格の転嫁が進んだことなどが理由で石油・石炭製品が40ポイントの大幅な改善でマイナス6となったほか食料品が17ポイント上昇しプラス6などとなっています。